オランダの行政区分は、広域自治体と基礎自治体の2階層で成り立っている。1986年1月1日から、オランダたる本土は12の広域自治体である州に分かれている。なお、カリブ海には、特別自治体として、旧オランダ領アンティルに属したボネル、新というスタティウス及び、サバがある。また、州は、 さらに441の基礎自治体であるヘメンテに分割されている。なお、日本の市町村に相当する区分は存在せず、基礎自治体は大都市も田舎も同じヘメンテであるが、カリブオランダの特別自治体はヘメンテに含まれない。これとは別に、治安、防災に関しては本土を25の区域に分割した治安、防災広域行政区域を採用している。かつて、 カリブ海に存在した自治領の旧オランダ領アンティルの一部であったアルバ、キュラソー、シントマールテンに関しては各党の項目を、またオランダ本土とこれら構成国との関係についてはオランダ王国を参照。オランダ本土の収集名は数字を、州とは丸印を参照せよ。なお、星印は首都アムステルダム。オランダの集中制には都市権を付与された。 自治権を持つ、いわゆる、市が存在した。現在では、行政制度上の市は存在しない。最小の自治体単位は、常実のヘメンテである。ありがとうございます。